こんにちは、速稼塾の久保です。令和3年が明けましておめでとうございます。そして1月1日から私ね、また新しい挑戦をしようかと思ってるんですよ。それがソーシャルレンディングってやつです。ソーシャルレンディングって聞き慣れない言葉だなと思うのも無理はないんですけども、私もね、昨年の10月ぐらいからちょっとずつそちらの方ね、興味持って見出したんですよ。簡単に言うと1万円からできる投資なんですよ。1万円を必要な会社に投資してですね、出資募集をしていると会社に投資して、で年利で 2% とか 3% ぐらいの利益をいただくっていう形ですよね。だから貯金をするんだったら当然ですけども、こういうふうなソーシャルレンディングを使った方がいいかなと思うわけなんですよね。ただですね、投資ですからパーになる可能性ありますからね。だからそれが一つの懸念材料でございます。ただですね、今回私が利用しようとしているソーシャルレンディングは、SBI ソーシャルレンディングっていう会社なんですよ。ちょっとサイトの方をご覧いただければと思います。こちらの方でね、きっちりと出資申し込みの会社の審査はしていただいてるんで、その中で信頼できるところ、これですね、そこに投資すればいいかなというところでございます。そこにはですね、出資申し込みっていうところがあります。常時っていうのがありますよね、左側です、この青いところで。2番目の緑のところは出資申し込みっていうのがありますよね、こちらは随時ですよね。こちらの随時の方をクリックしてみましょうか。今のところ募集中のファンドありませんね。で、下の方ちょっと見てもらえばと思いますけども、 SBI ソーシャルレンディングは1万円から投資家の、ね、10万円とか100万円でもいいんですけども、1万円一口でできるんで結構お手軽でしょ。で、名目利回り、これが 2.5% から 10% というふうに利回りは高いわけですよ。で、利益は毎月分配されますので、毎月の利益配分に応じて出資額を変更することもできるということですよね。で、出資一覧をクリックすると、まあ今、出資私してませんので、どこも出ないということだと思いますけども、はい、出てないですね。ここに出るわけですよ。CVS でダウンロードもできますんで、まあ、年末調整もね、大丈夫ということで、年末調整じゃないや、税金のことも大丈夫ということですよね。で、いろいろとコマンドありますけども、出資申し込みのところをクリックしています。そうすると今1社あります。 SBI SL 不動産担保ローン事業者ファンド2021年1月第1号ということで、今日から申し込みがありますね。一旦締め切りが1月15日です。ここはですね、常時募集してるんですけども、1日から15日の間で募集して、16日から月末の間募集してないって形になってます。そこをちょっとクリックするとですね、ここで出てますね。予定運用期間が14ヶ月なんで、まあ、そんなに遠い話ではないかなというところ。利回りが 2.5 から 5% あるよと。で、一口1万円なんで、私5万円ぐらいね、出資してみようかと思うんですよ、手始めに。で、募集額の設定はないということで、申し込み額が3億5200万ぐらいですか。ですね、ちょっとすいません。で、入金額が3億4000万なんで、もうちょっとで締め切りになっちゃいますね。5万円ぐらい出資してみようかなと思います。ポンと5万円ですね。こんな感じですね、出資申し込みと。はい、5万円の出資ができたかなと思いました。ロールオーバーについて確認しましたということなんで、これでね、申し込みができるんじゃないかなと思いますよね。なるほどね。それぞれ見て出資するということになります。はい、ということでね、早速1月1日からこのソーシャルレンディングというところに挑戦しているわけなんですけども、まあ、SBI っていう会社がやってるところなんで、まあ、そこそこの信頼、実績はあるかなと思います。そして私もね、過去ずっとリサーチしていたんですけども、まあ、ソーシャルレンディングの中でも、まあ、そこそこの利回り、そこそこの安定性かなと思いますんで、ここにね、まず5万円から挑戦してみようかと思います。この5万円がですね、例えば 2% の金利っていうと大したことはないんですけども、まあ、でもこういうところから、本当にね、取れるリスクから挑戦していくっていうところはいつも変わりません。まあ、これもね、もう数ヶ月とか年単位での挑戦になりますんで、これからどうなるのか、たまにね、こうやって動画の方で報告していこうかと思います。それでは今日は初めの一歩ということで、出資を5万円したよっていうところで、ソーシャルレンディング、ご興味持たれましたらね、ソーシャルレンディングについて、またリサーチしてみるのもいいかなと思います。私の方でね、
お答えできるものはお答えしていこうかと思いますので、本日もご覧いただきましてありがとうございました。